さあマッチングしました。大変よろしくお願いします。今日はですね、ソウルフェニックスっていうね、まあ診断パック開けた時にまあ地引きで3枚当たったんやけども、まあそのソウルフェニックスを使った、まあ、速攻デッキな、小坂しいな、お前自然文明来なかったらポレゴン出せねえじゃねえかよ、小坂しいな。しかもピーカップピーパンバラバンバンバンバラバンバンバンバラバイーが3枚もいらないよ。まあでも1体目に動けなかったからといって速攻のね、まあその、まあ、結構1体目動くっていうのは重要なんやけども、まあそこまでね、好意的ではないと。いくぞ。じゃあまず2体目のクックパの召喚だ。遊びに来たっぴ。まあソウルフェニックスをね結構その簡単に出すことができるっていうのもまあこのデッキの強いところやからね。面白い世界線の中に貴様は負けるという運命を見る。冒険の始まりだぺーん。まずは1枚目。まあここがフィーカブのね、プッピーでいこうか。まあソウルフェニックスがいなくてもこの圧倒的なるスピードアタッカーのね、その今回このファイヤーバーダーのスピードアタッカーが出たことによって、まあ自然文明とこう非文明のスピードアタッカーのね速攻デッキねめちゃくちゃ強くなったからね。まずは1枚目。俺に勝てるって、俺とやろうってのか、俺に勝てるというのはお門違いだって言ってんだろうがよ。お前逃げられない。もうこれあれやね、なんか小坂氏マーシャルクイーンの構築か。だがボルカニックアローの前では無力であると。位置少なくするんやけども、まあボルカニックアローを使いたいってなるんやけども、焦る必要性はないからね。私に焦るという2文字はないんだよ。プッピーはじゃあ一応残しとこうか。ここになんかいろいろ使えそうやからね。まあ、ボルカニックアローで処理しながらっていう感じしようか。いくよ。まーずは1枚目。自分のシールド犠牲だ。何が破壊されるか。まあ、シールドトリガーじゃなければありやね。冒険の始まりだ。このアイドルカードをこう除去するカードもふんだんに採用されていて、なおかつこうね、この攻撃性も非常にこうね重圧的にしていく。とどめだーむいー。お前が俺に勝てるという未来は絶対的にありえはしない。なぜならば私が勝つように構築された世界だろう。だから戦う前から世界は決まっていた。恐怖がお前に逃げられないよ。逃げられると思うか。だが一枚防いだごときで何も変えられはしない。おお。わらわの歌を聴け。それはこざいぞ。いやこれやばいかもしれん。あのシールドトリガーをね3枚発動させられる可能性がビルズあるよね。まずは1枚目。お前小賢しいな。お前やめろ。お前シールドトリガー3つ使うってことやもんね。お前ノーお前小賢しいな。こーバカな。うっそだろお前。なんちゅうこほのーなんだぞお前。そんなバカなことが起こっていいっていうのかよ。ふざけるんじゃないよお前。こさかしいな。まあ、まあ、これは、なんか、こう、なんちゅうことしてくんねん、お前。マーシャルクイーンってヘブンズゲートの併用やと。ありえない。そんなものは、ありえないんだよ。ちょっと、これはもう、フェニックス、デッキの表に、ね、上に、小賢しい。なんちゅう、面影なかったよ。いや、なんか、なんかシリスが来ない。小屋探せておかすのにありじゃありゃ。攻撃しないといけねえじゃねえかよお前。まあ1でも1少なくするんやけど2より少なくならないってことは意味2じゃねえかよ。なんだこの雑魚カードは邪魔だよ。もうやすわすよやすわすよ。なんかまだ俺は諦めるわけにはいかないんだ。ソウルフェニックスを手札に加えるからな。運命など干上がらせてみせるわ。だからこれアンタップしてるクリーチャー破壊やからね。しょうもなマジで。こいつはかし。なん
てこった。で、これファイヤーバードとね、スノーフェアリーやから出せねえしね、ドラゴンカードじゃないとソウルフェニックスは出せないじゃねえかよ。なんちゅうことしてくんねん。でも構築的にはなんか面白い。なんか、わさかさかさかさ。おやさかさかさかさ。わさか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 さ。ビボビボビーボー。しょうもな、こいつ。なんだこいつ。なんちゅう構築使ってくんねん。なんだこれ、初めて見たけども。面白い構築ではあったけど、小賢しかったね。